チャンネルをご視聴いただいている、有友さんのお一人からアリの飼育巣をいただきました。こちらの茶色いケース2つですね、こちらをいただいたんですけれども、スイスの、アントシャック社というですね、業者さんのスモールアントネストというものをいただきました。とても、コンパクトで素敵な、アリの飼育巣ですね。どうもありがとうございます。巣の中身は、こちらの2種類、スペース的に小型種用と、中型種用です。外枠が同じなので、内側のですね、飼育巣の部分が、まあ、いろんなバリエーションが、あるのかなと思います。で、赤いフィルムは、アリを落ち着かせるための、遮光フィルムです。アリはですね、赤い光があまり見えないので赤いフィルムをかぶせてあげることで、暗くしているのと同じような、状態にすることができます。そして下にありますのが、給水スペース。アリの巣の、部屋の大きさに対してこれぐらいの、給水スペースがありますので、まあ、結構しっかり、お水の給水ができるのかなという、印象です。それから、この給水スペースからちょっとこう網目状になっているこの小さな穴を通しておそらく、湿度が巣の中に入っていく仕組みかなと思います。それでは、給水スペースに実際に、水を入れてみましょう。どんな感じになるんでしょうか。まあ、シリンジを使って、ちょっとこんな感じで水を入れてみました。チェックしたいのはこの水が、巣の部屋の方に漏れてこないかっていうあたりですかね。はい、たっぷりと、水を入れることができたんですけれども、パッと見た感じ、部屋の方に水は漏れてきてないですね。ですので、浸水は、しない感じに、できるみたいです。ではですね、飼育ケースに、他のケースをつなぐためのチューブですね、チューブの接続口が、各ケース1つずつ、設置されています。で、このチューブの接続口を通して部屋の中に入っていけるという、仕組みです。で、接続口の大きさ的には、内径チューブの内側が 13mm の、チューブがこのように、接続が可能になっています。それから逆に内側にですね、チューブを、入れますと外径 10mm のチューブが、これちょっと結構きついんですけれども、まあ、ねじ込んだらまあ、シワになるほどではなくちゃんとフィットするという感じですね。チューブを接続することが可能です。まあ、僕が今使っているチューブこっちのタイプが多いので、今回このチューブを、使ってみました。ではですね、実際に、このケースに、アリを入居させてみようと思います。今回ですね、中型種用のケースの方には、アシナガアリの初期コロニー、こちらのコロニーを入れてみようかなと思っています。それから小型種用には、ちょっとこれが蓋が見づらいんですけれども、ヒラアシクサアリ、このアリを入れてみようかなと思っています。で、先ほど、チューブつなぎましたので、そこを通して、現在の飼育ケースと接続します。そして給水部には、念のため脱脂綿を入れてですね、
水が溢れないように、給水を行いました。そして、遮光フィルムですね、を置いて蓋を閉めます。光を、遮断してあげることで、より一層引っ越しを、促すようなことができます。では、数日が経ちました。引っ越しを促しました、アリのコロニーなんですが、中型主要のケースの方に、どうやらアリが、入居完了したようです。はい、入ったのはアシナガアリの初期コロニーです。でですね、場所なんですけれども、給水部分の、一番近くの部屋に入居しました。まあ、アシナガアリがですね、自然界では結構湿ったような場所に、巣を作っていることが多かったりとか、まあ、沢沿いとか、そういった場所に多く見られるアリなので、まあ、やはりある程度湿度を好む、アリかなということで給水部付近に、入ったようですね。で、まあ、飼育中このように、給水ですね、これが可能になっています。でこれですね、ちょっと縦に垂直に立ててみました。こうやってやると結構なんでしょう、見栄えがすごくいいですね。綺麗ですね。まあ、高さはこれ10センチぐらいしかない、小さなケースなんですけれども、まあ、このように寄ってみると、結構ななんかアリの巣感がすごくありますね。で今ですね、幼虫が、一番下の部屋に集められている感じですね。それから与えた餌、ミルワームのかけらが、左側の部屋に、置かれています。まあ、こう部屋がですね、分かれているタイプの飼育ケースですと、部屋ごとの、部屋の用途ですね、これが確認できるので、そういった意味で、面白い観察ができるかなと思っています。はい、ということで、今回はアントシャクシャ製の、アリの飼育巣、スモールアントネストというものに、アシナガアリの初期コロニーに入ってもらいました。結構コンパクトなですね、小さな、巣なんですけれども、こういった初期コロニーなんかにはすごく、良いサイズで、アリの巣の中が、小さな、部屋に分かれてますので、アリたちが、各部屋を選んで、落ち着くというのがしやすい、空間になっているかなと思います。で、またこのアシナガアリの、コロニーですね、今年は、もうこれから越冬に入りますので、拡大はしないかなと思うんですけれども、また年が明けて来年の春ですね、2年目の成長を迎えた時に、まあ、でもおそらく2年目まではこの巣の中で持ちそうかなと思います。ですので中型種の2年目コロニーぐらいまではこの巣でもいけるかなという空間の感じになっています。また小型種にですね、使いましたヒラアシクサアリはまだ引っ越しが済んでいないんですけれども、引っ越しは結構時間がかかることも多いので、気長に待ちたいと思います。またですね、石膏巣ではないんですけれども、割と大きな給水スペースがあるので、土の中に住む、アリとかそういったものにも、合うケースなのかなと思います。はい、ということで、今回は、アントシャクシャ製のスモールアントネスト、ご紹介しました。